素敵なお誕生日を、いろんな経験をさせていただきました。 LINE ペイめっちゃいいけん、乾杯。ブンブンハロー LINE ペイ。ちょっと失礼。仲のお姉ちゃんか、輝いてますよね。お誕生日で、そうなんです。はい、ということで生徒の皆さんと、うん、あとスタッフの皆さんがこのお歌を歌ってくださって、長野めいちゃんがこうケーキを持ってくれて、嬉しいですね、っていう素敵なお誕生日をお祝いしていただきました。本当にヘアスタイルを真似してくれる子がたくさんいたり、すごくいろんな経験をさせていただきました。マネングしたり手を振ったりアクションいただけるスカートが可愛くてヒラヒラしてます。LINE PAY かわいい。 LINE PAY めっちゃいい券使ってみてね。もう一回言ってみます。LINE PAY めっちゃいい券使ってみてね。可愛らしい言葉になりますよね。なかなかね、真っ黒で出るっていうのはないですし、クールなイメージの衣装はあんまり着ることもないので、私は本当にビールも大好きですし、あとは日本酒も大好きです。いただきます。乾杯。すごいカメラの数。すごいですね。顔の大きさが僕の3分の1くらいですね。うーんってこうなんか喉を絞る感じで。ブンブンハロー LINE PAY。 新人エージェント M の吹き替えをさせていただきます、今田美桜です。よろしくお願いいたします。いいえ、私が喋ったわ。ええ、彼は目撃者よ。ちょっと失礼。正直言ってあなたが刀を突き刺して死んだりするのをクイーンが望むとは思えないけど。共通点としては負けず嫌いだけかな。タコスいっぱい食べました。いや、すごく美味しくて、パクチー苦手なんですけど、パクチー結構入ってたりもして、ちょっとだけ克服できた感じがします、タコスを食べて。はい、長野めいちゃんとドラマで共演することがありまして、それで仲良くさせていただいてたんですけど、今回初めてこうプライベートな感じで撮影させていただいて、すごい楽しかったです。はじめましてですよね。そうですよね。20回記念おめでとうございます。ありがとうございます。そして山里さん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。本当にね、私失敗しないんでって声ばっかりは言いたいもんですけども。輝きますよね。緊張する。いかがですか今お気持ちは。なんか自分じゃないみたいですよね。今ドクター X の撮影をさせていただいてるんですが、初めて共演者の大先輩の皆様にお会いする機会の時に、顔見せとか本読みだったりとかの時にもう緊張しすぎて、もう何を言ったかもあんま覚えてないぐらい、もうパニックになって、ですよね、もう冷や汗が止まらなかったです。